はい、皆さんこんにちは。ミナです。ダカです。エリキブログです。スーパーにやってきました。エデカ。日本のもの何が置いてあるかをちょっと見たいなと思って。このエデカ、なんかあれだね、イケアみたいな感じだね。黄色と青で。ということで、入っていきましょうか。お、見て。手厚い。ビルコメン。ようこそスーパーへという。あ、で、ここに。インターナショナルスペシャリティって書いてあるけど、ここは。ここか日本コーナーありました。何やった？わさび。わさび。やっぱり。お酒もある。冷酒、純米冷酒。ちなみにこれ 4.5 ユーロです。ね、結構少ないでしょ。高いよ。日本の500円以上するよ。多分ね1号だと思うよ。1号。180ミリリットル。酒の隣に私の好きな梅酒がありましたよ。長屋梅酒、500ミリリットル。500ミリリットル。これも。買いたいな。でも 500ml で 5.8 ユーロだよ。600、700円ぐらい。高くないと思う。そんなもんだっけ。しかもあんまり日本で見たことないラベリングだね。お、わさびピーナッツこれ美味しそうじゃん、お菓子の。なんで日本で見たことないけど、こんなわさびピーナッツ。いや面白いね、ドイツのさ。だってここそんな大都会でもないよ。ああそう、なんか最近増えてきたって言われたよ。やっぱ日本食ブームなのかな。これだよ。あ、味噌スープあるやん、はい、味噌ペーストだ。そうで、赤味噌と。マジで白味噌。すごいじゃん、日本のスーパーでもさ、白味噌しか売ってないところあるよ両方揃ってるじゃん。すごいじゃん、ザ日本のソイソース醤油。いやもうインドネシアルって書いてあるじゃん。え日本じゃねえやどっち。あっちあっちあっち。醤油、ちゃんと醤油も書いてある。これもう醤油って書いてあるから ねこの醤油 2.3 ユーロ、300円ぐらいかな、うん、高いよね、もうこれで300円だもん。で、その隣にライスエスヒ、お酢もある。そう、お酢もあるし。お、これ。うん、そう、ガリ、お寿司ガリ。そう、え、すごいじゃん、もうお寿司作れるやん。で、その隣にこれわさびでしょ。ああ、ほんとだ、わさびペーストもあるもん。で、ここにあれがあるよ。あ、巻き寿司ので、海苔もある。海苔もある。で、ごまもある。さかん、ご飯も見つけたよ。ほんとだ、寿司ライス。あ、ママここで買うことあるんだ。もちろんある。なんか日本のそばとかはないね、逆に。ああそうだね、ないない。そばがないのがちょっと残念ね。うどんとかそばが置いてないのが、ね、ちなみにこれだよ。おお、ポッキーがあるじゃん。そう、ポッキーじゃないけど、あ、でもグリコだよ。グリコって書いてある。ほんとだ、グリコのポッキーだよ。ミカド。そう、ミカド。これはもうずっとあるよ。なんでポッキーで売らないんだろうね、うん、だったらさ、こっちもさ、ポッキーで売ればいいよね。いや、これちなみに安いよ、これは 1.3 ユーロだもん。200円いかないぐらい。ちょっと今ね、びっくりしたことが起きました。何？あの日本のさ、レーンにいたじゃん。で、俺アジア人じゃん。だからさ、多分詳しいと思われたんだろうね。地元の人からドイツ語で話しかけられてパニクりました。英語でドイツ語喋れないのでごめんなさいって言ってなんでドイツ語で言ってないの？いやもう、頭が真っ白になった。Ich kann kein Deutsch sprechen って言えばいいんじゃないの？でも嬉しかったね、なんかドイツ人としてさ、扱ってくれたわけじゃん。あ、英語で話しかけるんじゃなくてさ。いや、だからあれだよ、明らかにアジア人だけどさ、ドイツ語で話しかけてくれたのが嬉しかった。ああ、そうなの。 それはドイツはそういうことだから、ここにいろんな国の人がいるから、大体の人にドイツ語で話をかけられ、まあ、ね、ただ残念なことに俺がドイツ語を全くとか普通にネイティブのスピードで話しかけられたから何言ってるかマジで分かんない。そんな問題でしょ。ああ、緊張したはい、ここにも日本のものを見つけましたよ。冷凍食品ですか？ここ枝豆、しかも名前も枝豆になってる。そうだよ、嬉しいね。枝豆は枝豆だよ。名前を変えられるんじゃなくてさ日本語のままで売ってくれてるのが嬉しい。そういうことじゃないでしょ。枝豆は枝豆で、ママもここで枝豆を買ってるよ。あのレンジでチンして塩を振ってそのままで食べる。だからドイツ人がそういう日本の食文化をめっちゃ受け入れてる。もちアイスと思うよ。そう、もちアイスって書いてある。お餅かわいいでしょ。かわいくない。で、これはここさ、あ、ここで見れる。だから本当にあのアイスに餅の皮がついてる。これあれだ、雪見大福見たんじゃない。あ、それ、あのココナッツ、ピスタチオ、カカオ、バニラ。ちなみにこのお餅1箱5ユーロです。高くない？600、700円ぐらいするよ。ちなみにね、スーパーの中今プラプラしてますけど、半分ぐらいのお客さんがマスクしてなくて、ああ半分ぐらいのお客さんがマスクしてる感じですね。ああ、そうっていう状況で、店員さんでもマスクしてない人いるから、ああ、それはちょっと俺はびっくりしたっていう感じだね。あ、また見つけたよ。
日本にないものだよ。豆腐あるんだね。だからなんかあのハーブが入った豆腐だよみたいな。なんかシンプルな豆腐が出してほしかったな。どうせ出すなら。あ、あるじゃん、シンプル豆腐。いやでもこれも美味しくないと思ったよ。木綿豆腐っぽいね、なんかそうちょっと硬そうな。そう、私たちは思う豆腐はないよ、見て。あ、これもちょっと豆腐だけど、多分シンプルな豆腐は味がシンプルすぎて受けないから、うん、フレーバーを足してるんだね。はい、すり身見つけたよ。でも見て、めっちゃ全然美味しそうじゃない。まあ確かに全然美味しそうではない。まあでも私もな、日本のすり身が好きじゃないし、こっちのものも好きじゃない。ちなみにさっきの豆腐全部ね2ユーロぐらい、1ユーロから2ユーロの間。豆腐安くないよ。飲み物でもあったよ。本当だ。抹茶ボルビックとグリーンティー。だからこれ砂糖入ってないって書いてあるよ。だから普通の日本で出てるみたいなやつかもしれないよ、ね、美味しいかもね。初めて見た。こっち抹茶。だからちょっと砂糖入ってるよ。あとジャスミン。多分海外の人でも受け入れるような、うん、ちょっと苦味も抑えてると思う。そうだね、他にもあるよ。1.7 ユーロ。ああ、まあ他の飲み物とあんま値段変わんないですね。これめっちゃザ日本だよ。グリーンティー with honey。でこのデザインはいいよね。なんか日本っぽくない？グリーンティーだから緑茶だね。でもこれでも2ユーロだから。なんか日本人が想像する緑茶っていう感じの多分味ではないと思う。あれしかないと思う。うん、そうだね。おお、キッコーマン見つけたよ。あ、本物来ましたね。うん、ありましたよ。違う、あ、これもこれあの日本にもそのままで、あのお店とかに置いてあるでしょ。置いてある。さっきのあっちにあったのはちょっと偽物の醤油とかさ、他のブランドが出してる。あ、ここ全部キッコーマンだ。これもキッコーマン、ね、キッコーマン、キッコーマン、キッコーマン。あ、それ照り焼きソースなんだね。あ、本当だ、バーベキュー照り焼きソースとか。あ、美味しそうだよ。一気に値段上がるよ。 4.3 ユーロだもん。うん、これもさっきさ、これぐらいで2ユーロだったけどさ、うん、やっぱキッコーマンブランドすごいね。これとかだってさ 5.5 ユーロだよ、ね、600円以上するよ。キッコーマンは世界に通用しているということです。そういうことだね。はい、ということで買い物終了しました。これを買いました。日本のやつもね、1個だけ買ってみました。日本のやつじゃねえぞ。グリーンティー、緑茶、ちょっと飲んでみましょうか。ちなみにあれも冷たくもないし、これ絶対に美味しくないよ。さっき見てたやつ、グリーンティー with honey だから可愛いでしょ、めちゃくちゃね。何？匂いが微妙。絶対に美味しくない。あ、でもグリーンティーの匂いするじゃん。でもデザートの匂いはするよ。ハニーが入ってるからね。どうですか？いや、グリーンティーじゃないけど。ちょっとちょうだい。美味しいよ、別に。パッケージがいいもんね。そう、パッケージが可愛いよ。うお。めっちゃ甘いでしょ。ハニーがいらん。グリーンティー with ハニーだけど、これはハニー with グリーンティーだよ。ハニーの主張が強すぎて。そう、でもなんか甘いのが好きな人はこれは好きかもしれないね。だからグリーンティーだと思わなければ、あのただの甘い飲み物で考えるといいかもしれないよ。喉乾いてたら飲める。でもまあ日本に売ってたら日本人は多分誰も買わないと思う。誰も買わないと思うよ。ハニーが強すぎる。ということで、海外で売ってる日本のものは日本人には通用しないということです。全部そういうことじゃないよ。うん、あげる。ありがとう。はい、ということで、ドイツにあるスーパーに売ってる日本のもの。いや、でも本当に正直に言うと、私はこの3年で結構増えたと思う。うん、枝豆もなかったし、うん、その餅のやつもなかったし、うんうんうん、でお寿司に使うものの種類も少なかったっていう。お寿司作れるからね、もう全部揃ってるからあれ。だから本当にこの3年間で結構増えた。まあね、日本食ブームって言いますからね、世界中で。そう、ということで、この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。野良猫だ。違うよ。え、でも首はついてないよ。めっちゃ毛並み綺麗だね。うん、そう、誰かが飼ってるの。あ、飼ってるんだ。首はつけないんだ、ドイツの人が。首はつけないの。うん、まあ、つけない。日本だと誰か飼ってたら首はつけるよね。うん。